とふんわりしたスカートで合わせて、うん、すごいモフモフしてて可愛い。足元冷やしたくない、はい、歯のあなたこちら、はい、ユーストリームのめこです。ユーストリームバイヤー長沼です。さあ今日は冬になったら履きたくなるヌートンシューズ、せーの、アグー、ご紹介していきます。はい、はい、ということで冬になると暖かいアイテム欲しくなると思うんですけども、特にそのアグはですね、冬の定番と言えるところだと思います。はい、ユーストリームでもですね、今回、ウィメンズ6種類、ご用意しております。まずは僕の得意分野、歴史からお話しさせて語っちゃってください。はい、1978年、オーストラリア人の、はい、サーファーブライアンが、オーストラリア製のシープスキンシューズをアメリカの西海岸にですね、うん、持ち込んで、それがですねサーファーの間ですごく人気になるんですね。で、それが瞬く間にカリフォルニアの沿岸のサーファーショップに並ぶようになりまして、アグオーストラリアを、立ち上げるという流れになりますね。オーストラリア、あの羊を飼ってるっていうところがありまして、その羊の毛とあと皮が扱いやすい、環境ではあったので、まあ、そういったところでオーストラリア人である、まあ、彼はサーフィンの時も、まあ、愛用してて、波を求めて世界各地回るんですよね。まあ、そういったところで、まあ、彼が西海岸に行ってたっていうところがあるんですよね。でその時に、ムートンブーツを持ってったと。それがまあサーファーの間で、有名になって、じゃあこれ商売にしようみたいな、流れになったと思います。まあ、ユーストリームではやはり定番の、このムートンブーツ、ムートンシューズをご紹介したいなというふうに思っております。ありがとうございました。それでは続きまして実際に商品をご紹介させていただきます。はい、まずはですね、丈の長いところからご紹介したいと思います。クラシックショート、せーの、ツー、いるアグといったら、これを思い浮かべる方が多いんではないでしょうかね。アグの定番中の定番ですね。クラシックのツーになってるんですけども、ツーが何が違うかっていうと、こちらの表面にスコッチガードプロテクトを施しておりまして、撥水性と防音性を備えたと。で、今までのアグって濡れちゃったりとか汚れちゃったりすると、まあ、手入れがすごく大変だったと思うんですけど、それがすごく軽減されたというところですね。あともう一つがトレードライドバイアグと言われてる。トレードバイドアイアグ違いますね。トレードライド、トレードライドバイアグ、はい、トレードライドバイアグですね。ソールのことでございますあ、結構でもしっかりめなやつですね。そうなんです。あのグリップ性とあと軽量性を備えたソールになりまして、でブーツですのですごく重い印象を受けるかと思うんですが、うん、ちょっと持ってもらってもいいですか。あ、軽い。あ、よかった、今重いって言う方だった。軽いです、はい、そういったアップデートを繰り返して今その2になったということですね。で、ユーストリームではこちらのブラックをご用意しております。ブラック結構使いやすいですし、こうインして使う人多いと思うので、うん、この長さいいですよね。そうですね、最初の一足はこちらかなと思います。はい、続きまして、次に丈の長いやつはどれでしょう。どれだろう。もしかするとこれですかね。はい、正解です。良かったです。はい、クラシックショート、これ可愛いですね。はい、クラシックショート、せーの、ツーはい、こちらもですね、2となりまして、クラシックミニと同じ、アップデートが施されております。スコッチガードですね、ソールが軽くなっているといったところでございます。クラシックショートの雰囲気はそのままに、シャフトですね、ここの筒の長さが13センチまで短くなっております。ですので、まあ、脱ぎ履きをもっと簡単にしたい、だけどブーツを履きたいって方におすすめかなと思います。あ、確かにちょっとそこまで行きたいけど、はい、足元冷やしたくない、はい、歯のあなたこちら、はい、そうですね、おすすめですね。はい、こちらはですね、ユーストリームではこちらのチェスノルとあとブラックを2種類ですね、うん、ご用意しております。私この色すごい好きです。早く売れちゃうと困るなって思います。あ、そうですね、売れてほしいんですけど続きましてはですね、短いシューズの方ですね、ご紹介したいと思います。じゃあ、アグーの定番スリッポンですね、ダコタを紹介したいと思います。ダコタ、はい、ダコタ、これですかね。これです。はい、
不正解です。あ、不正解ですか。失礼しました、はい、こちらですね。はい、それも外れです。あ、これ。はい、正解です。これでした。はい、紐で結んであるのが特徴となっております、うん、かわいい。はい、ソールはですねモールドラバーを使っておりまして、割と平坦なデザインになっております。この平坦なデザインなんですけども、ドライビングシューズと言われているカテゴリーです。車の運転に最適なシューズ、はい、ソールが厚かったりヒールが高かったりすると意外とアクセルワーク、ブレーキワークというのが難しかったりするんですけど、うん、この平坦にすることでアクセルワークがしやすくなっているというところですね。それがドライビングシューズと言われているカテゴリーです。もちろん車の運転だけじゃなくて普段の街履きとか、うん、まあ、これぐらいのソールの厚さでしたら、まあ、室内履きも OK かなというふうに思いますね、はい、走れそうですね。走れますよね。走れますよね。はい、走れますね。はい、走れますということで。はい、ダコタでした。じゃあ続きまして、アンスレーです。アンスレー、はい、ここからということはこれ、はい、はい、大正解です。ダコタと比べますと紐がないところが特徴かなと思います。あともう一つ、印象としては結構スッキリとした印象、うん、なってると思うんですけど、実はモカ縫いと言われているところの製法は違うんですね、うん、ちょっとなみなみですね。餃子系、はい、このダコタっていうのはつまみモカって言われているモカ縫いなんですけど、こちらはかぶせモカ、上からかぶせて横からステッチを入れるかぶせモカっていう製法になっております。そうすることで、パッと見の印象がすっきりした、した印象になるかと思います。で、こちらもソール、モールドラバーを採用しておる、ドライビングシューズと同じ構造になっておりますということなので、ほぼ一緒のような構造ですので、あとはお好みに合わせて選んでいただけたらなというふうに思います、うんうん、中もすごいモコモコで気持ちいいの で、 なんで、ね、私なんか裸足で履けたらいいなって思います。そうですよね。どうですか。もともとサーファーの靴ですので、裸足で履くこと前提にね、ものづくりされてると思うので、そういう履き方ももちろん OK だと思います。続きまして、せーの、これそうか、はい、合ってます。はい、せーの、タスマせーの、タスマでございます。かわいいです。刺繍カウンターヒールはより低くなったモデルですね。タスマンというモデルでございます。で、丸みを帯びたシルエットが特徴となってますね。表面の革なんですが2枚の構造になってるんですね。こちらの真ん中から1枚2枚、他のやつは構成としては1枚2枚3枚4枚とかいろいろ使ってるんですけど、少ない革の構成比で取ってるということですね。まあ、特徴的なのはやっぱこの履き口ですね。タスマンブレードと言われている刺繍が施されております。オーソドックスな形なんですけど、履き口で少しアクセントが見えるようなデザインになっております。なんか足首を出した洋服とかに合わせたいです ね。なんか冬のサボっていう使い方っていうのも、うん、一つありかなと思います。そして最後、せーの、はい、ポケットです。言わないのかい、かかとのないスリッパタイプのシューズですね。ただ、まあ、スリッパと言っておりますが、ソールもしっかりついておりますので、まあ、外履きももちろん OK になります。それももちろんちょっと形状が違うんですけど、同じくトレードライドバイアグを採用しております。後ろはなんか今までのと結構違うくて、がっつりした印象です。結構、ね、ごつい印象を受けますよね、うん、ですので割と外履きでも、うんうん、履いていただけるかなと思います。ここがすごいモフモフしてて可愛い。やっぱ履き口が折り返して中のファーがしっかり出てる、ですので履いた時に足首が細く見える効果が得られるかなと思います。それは重要だと思います、うん、すごく重要だと思います。ということでコケットでございました。はい、ということで6種類ご紹介しましたが、はい、猫さんなんかどれがお好みでした？ダコタ。ダコタ、はい。あとはやっぱ一番気に入ってるこれショート2ですね。2、はい、とモフモフがとってもお気に入りなこれでコケットです。はい、この3つが欲しいですね。じゃあ実際に履いてみましょう。レッツゴー。合ってたではまず履いていただきましたのがこちらです。せーの、ダコタ。いかがですか。私いつも 24.5 履いてるんですけど、うん、これはワンサイズ上で、はい、最初ちょっと
窮屈かなって印象ですけど、うん、馴染んでくるんですよね。そうです、そのモコモコのところは落ち着いてくるので馴染んでいきますね。そう、なんかこういうタイプってパンツと合わせるイメージなんですけど、あえてちょっとふんわりしたスカートで合わせて靴下を楽しもうかなと思いました。素敵です。どうもありがとうございます。じゃあ続きまして、履いてもらったところなんですけど、ちょっとスタイリングを変えてあります。じゃあ登場してもらいましょう。どうぞ。近いけど走ってきたかな。じゃーん。はい、こちらコケットです。コケットです。はい、黒のパンツと合わせてこの流行りのボリュームっぽさを全体的に出してみました。はい、クールな感じだけどファーが可愛さを出してくれています。履いた感じすごい軽いし、うん、ソールがしっかりしてるので歩きやすい。あ、そうですよね。あと、うん、ファーがあるので脱げにくくて今みたいに走ってこれました。はい、続きまして、クラシックミニ2をペコさんに履いてもらおうと思います。スレバーン。はい、ということでクラシックミニ2履いていただきました。可愛いです。一番お気に入りです。丈感がちょっと短めなので、歩いた時にブーツ全体を見渡せるというのがいいかなって思います。今回はワンピース合わせたんですけど、うん、ちょっとロング丈のワンピースで、はい、あえてチラチラアグをアピールするっていう作戦に出ました。履き心地はとってもあったかいです。私末端冷え性なので結構足とか冷えやすいんですけど、これあるとあったかいし、ちょっと今顔も汗ばんできたかなって印象です。もうばんできた。普段は 24.5 センチを履いてるんですけど、これは多分日本サイズだと25センチの8を履いています、まあ、靴下は普通の厚みのものでも全然脱げなくてちょうどいいので、うん、やっぱワンサイズ 0.5 ぐらい、ハーフサイズぐらいですね。はい、うん、アップするのがおすすめかなって思います。はい、ということで6足ご紹介してきました。みこさん、改めていかがでしたか？今ボリュームのあるブーツって流行ってるので、はい、こういうムートンで取り入れても可愛いかなって思いました。また次回ということで、このとチャンネルが良かったなと思った方はグッドボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。さらにインスタグラムも毎日更新してますので、そちらのフォローもお願いします。ということで来週の土曜日お会いしましょう。さようなら。バイバイ。